メトロでポルトアレグレは、ブラジルのリオグランデドスル州の州都である、ポルトアレグレ市とその郊外を結ぶ、都市鉄道。ポルトアレグレメトロ、一部では、ポルトアレグレ地下鉄とも呼ばれるが、ここでのメトロは、都市、近郊鉄道という意味であり、近く間は一切存在しない。詳細付き路線図ブラジル連邦政府とリオグランデドスル州が共同で設立した。 トレンシャー部という高企業により運営されている。そのため、開業当初は、ブラジルの国鉄に相当するブラジル連邦鉄道の子会社でもあったが、同鉄道の民営化に伴い現在は、独立している。一部では、地下鉄と解釈されることがあるが、現在営業している路線は、全線、地平もしくは、高架構造であり、近く間は存在しない。 ポルトアレグレの都心都郊外のカノアス市やサンレオポルド市、ノボアンブルゴ市などを結ぶポルトアレグレ地下鉄1号線は都市鉄道であり、1980年に建設が開始された。建設は従来からの1000ミリメートルの鉄道路線にほぼ並行する形で行われ、1985年3月2日に最初の区間であるメルカドサプカヤ間が開通し、 1997年11月に、サプカイア・ウニシノス館が延伸。さらに、2000年11月に、ウニシノス・サンレオポールド間が、2012年7月3日に、サンレオポールド、サント・アホンソ間が、2014年1月30日に、サント・アホンソノボ・アンブルコ間が延伸。開業し、路線延長 43.4km、駅数22の路線が全通した。 このうちの、ウニシノス・サンレオポールド間は、広角間を含んでいる。1日あたりおおよそ28万人が利用する、この1号線は、国道 BR-116 号線の渋滞を緩和し、同時に並行する狂気の鉄道路線の近距離旅客輸送の保管ために計画、建設されたものである。線路は、複線、基間はミリメートルの後期、電化方式は、 直流3000ボルト架空線式。レールはエリア製の115ポンド。枕木はコンクリート製のバイブロック式。最小曲線は半径166メートル。最大カント量は160ミリメートル。最急勾配は2.5%である。計画中の路線。中心部と東側の市を結び、総延長19キロメートルのうち16キロメートルが、 近く間の地下鉄道となる予定。詳細はメトロアイロポルト連絡線を参照2013年8月21日に1号線の駅であるアイロポルトとサルガドフィール国際空港を結ぶ新交通システムとしてメトロアイロポルト連絡線が暫定的に開通0 8トル2駅で構成され2014年5月7日に正式に開通した。 1984年に最初の区間が開業した際に導入された日本製の100型と2014年の延伸に合わせて導入されたブラジル製の200系の2形式が運用されている。主力として活躍している100型は MA 車、RA 車、RB 車、イト車の4両編成からなるステンレス交車体を持つ電車である。 三井物産を主幹事とする日本連合企業体の手により1984年に全25編成が制作され、輸出された。内訳は日本車両製造が11編成、日立製作所が8編成、川崎重工業が6編成である。ピーク時には最大19編成が使用され、最小運転時刻は4分である。電車は機能上は、 最大12両連結まで可能だが、プラットフォームの長さが190メートルであるために12両での運用は行われず、通常は全て4両編成での運用である。車両の冷房装置は運転室にのみ設置され、車体屋上には抵抗器と換気グリルが設置されている。他、両方の先頭電動車には、Z 型パンタグラフが2機ずつ搭載されている。 側窓上部にはルーバーが設けられている。側扉は片側4扉で、車体長手方向で見た場合に、線対称になっていない。座席は主にプラスチック製のロングシートで、扉間には一方向き固定クロスシートが地取りに配置されている。客室と運転室との間の仕切りにはドアがないほか、車両間の貫通ドアは内開きとなっている。2014年に新しく、 アルストム・ブラジルで製造された200型が導入された。これは、アルストムの国際的な都市向け鉄道車両のシリーズで、あるアルストム・メトロポリスの一つであり、冷房を搭載している。ポルトアレグレが所在する、リオグランデドスル州は隣接するスペイン語圏の影響を受け、通常のブラジル・ポルトガル語では、波行となる R の発音をスペイン語と同様のラ行で行うことがあるため、 二種類の発音の表記を示した。ポルトアレグレとアルゼンチン国境に位置するウルグアイアナを結ぶ路線。1920年代に全線回通し、1990年頃までは旅客列車の運行が行われていたが、現在はルーモロジスティカにより貨物列車のみが運行されている。ありがとうございます。